NSA を訪問したブッシュ大統領、ブッシュ減税とは2001年2003年の2度にわたってジョージ・ W ・ブッシュアメリカ合衆国大統領が実施した史上最大規模の超大型減税策。2010年12月、ブッシュの公認のバラク・オバマ大統領は2010年末に期限を迎えるブッシュ減税を2年間延長する法案を柱とする。 経済対策法案に署名した。サプライサイド経済学のグレン・ハバードらによって進められた減税策である。個人所得税率の低減を中心とする減税策で、特に累進課税への最高税率は39.6%から35%に引き下げられた。富裕層を中心とする投資所得に対しては、従来は、 通常所得と同率の最高39.6%だった配当課税を15%まで引き下げた。さらに当時55%だった遺産税に関しては毎年税率を低減させると同時に免税枠を毎年増やしていき2010年末には完全撤廃するという大胆な税制改革であった。二千十年十二月十七日民主党のオバマ大統領は 2010年末に期限を迎える物資減税を2年間延長し、2012年末まで継続する法案を中心とする経済対策法案に署名し、同法案が成立した。ありがとうございます。